ニュースポストセブンです。イギリスタブロイド紙デイリーメールが小室眞子さんの直近のファッションについてユニフォームのようだと指摘しました。ファッション誌ライターは、小室さんとのデート時に羽織っていたマコバーのアウターの価格は1万円ほど、トートバッグは2万円ほど、その他のバッグや服も低価格なノーブランド品かもしれませんとコメント。質素なファッション生活を送る眞子さん、現在世帯収入は小室さんの年収600万円程度と見られており、家計を支えるために無駄な出費を極力抑えているのかもしれません。ニュースポストセブン。